日シリ阪神のキーマンまさかのルーキー2人。どんでんキーマンは霧式 CS はバッターが不甲斐なかったから今度はね、キーマンは森下ものすごい起爆剤になってる。森下キーマンはヤバいやろ、当たり外れありすぎる。だから当たればやろキーマンって真鍮とかの意味やないやろ。霧式は先発だと良い悪いがはっきりするからな。ファームでもとにかくイニングは食うけど QS 取れないとかあるし。霧式はほんまキーマン感ある。 CS の活躍続けてくれたら僅差で勝ち切れる。霧式は見てる限りそこまで心配ないと思うけどな。森下は葉っぱかけたらバイキルトできる子。局面を打開してシリーズ男になるほど爆発するとしたら森下ボイスキーマン言うのは間違ってもないけどね。ノイジーが爆発した時にはもう圧勝やろと思ってしまう。ノイジーは右打ちに徹してくれたら良いわ。また変な打球打ってほしい。期待できるのは森下しか聞かせる。ユウスケの誰か打って。これからも阪神ファンのための動画をお届けするので、阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。